6月28日の午後、スノーマンの冠バラエティ番組、それスノーマンにやらせてください。以下、それスノ TBSK の公式ツイッターで突然、ある告知がされた。写真、スノーマン作間、ストーンズ京本の元アイドル母が可愛すぎる。スノーマン都内出没中、というものでした。ツイッターだけでなく、都内を走る番組のアドトラックや、 新宿アルタの屋外ビジョンでも、スノーマンが都内に出没している、と宣伝されていました。ファンの女性、イカドーただ、それ以上の詳細が明かさなかったせいか、都内では闇雲にメンバーを探すファンが続出。シャープスノーマン出没中、というハッシュタグもトレンド入りした。ファンがメンバー創作に奔走、それスノーの企画というのはわかりますが、 メンバーを見つけたらどうすればいいのか、そもそもどういった企画なのかわからないまま。それでも中には、スノーマンに会えるかもダブルコート。と言って学校を抜け出したという学生ファンもいたようで。しばらくすると、ヒントが投稿されたという。ボトムスの写真が9枚並べられた画像が、それスノのツイッターで投稿されました。着ていたボトムスはバラバラで、 作業着や学生服のようなもの。それから約1時間後にはトップスの写真も公開されて、スーツ姿やスポーツウェアのような格好をしたメンバーもいました。これらをヒントに、ファンは再びスノーマンを探し始めて。しかし、都内で遭遇できるかもしれない貴重なチャンスで嬉しい盛り上がりを見せたかと思いきや、この企画が炎上の火種となってしまったという。企画の 被害者が続出。長袖もいるっぽいじゃん。かわいそう、熱中症になるよ。この日は真夏のような暑さだったため、そんな中で野外ロケをしているメンバーを心配する声や、会えた人は嬉しいやろうけど、地方民からしたら複雑でモヤモヤ。といった、都内近郊に住んでいる人だけがスノーマンに会える可能性があることへの批判が上がった。さらには、 この企画を知らないであろう一般の人々を巻き込む事態にも発展。弟が仕事の移動中、何人もの女性にも呼び止められた挙句、ちげえし、偽物かよ、と捨てゼリフ吐かれたそう。いきなりメグロハスくんですかって女の子3人に聞かれたけど、違うしうぜしだるすぎた。背格好が似ていたり、ヒントと似た服装だったためにスノーマンファンから声をかけられたり、 後をつけられたといった被害を訴える声が SNS 上で相次いだ。別人に声をかけても、きちんと謝らないことや、そのまま追いかけ回すのは、悪質ですしあり得ないですよね。ただ、放送の都合で仕方ないのかもしれませんが、企画の全貌がわからずに、ただ街に、スノーマンがいる、という情報のみだったことも一因なのかもしれません。人気絶頂のスノーマンですから、 どうにか会おうとして騒ぎになるのは、制作側も予見できたのではないでしょうか。前出、ファンの女性。何でも、やらせてください、とはいかないようだ。